TR-1700 型潜水艦は、ティッセン・ノルト・ゼーベル家が建造し、アルゼンチン海軍がサンタクルス級として導入しているディーゼルエレクトリック潜水艦。1980年代の設計で第二次世界大戦後にドイツで建造された潜水艦としては最大級である。また、ディーゼル潜水艦としては世界最速である。 1977年の当初計画では、ドイツのティッセン・ノルト・ゼーベルケで2隻、アルゼンチンのドメク・ガルシア造船所で2隻、さらに小型の TR-1400 型2隻を、アルゼンチンで2隻の、計6隻を建造する予定であった。最終的には1982年に、TR-1700 型6隻を建造する契約が、締結された。 アルゼンチンで建造される TR-1700 型は、当時、インバップで開発が進められていたコリムロを搭載して、原子力潜水艦に改装する計画であった。この計画は後に復活が試みられたものの、実を結ぶことはなかった。設計はティッセンが担当し、水中での高速性と長い行動時間、生産性に意が払われた。 マットー製ディーゼルエンジンと発電機のセットを4機備え、120セルの電池8個で、シーメンス製電動機を駆動して、速力25ノットを発揮する。先行深度は300メートルである。行動可能時間は通常でも30日で、最大70日まで延長できる。深海級南低とのメーティングも可能である。 艦首に6本の 533mm 魚雷発射管を備え22本のマーク37魚雷を搭載する。自動魚雷装填装置により50秒で魚雷を再装填できる。ティッセンは TR1700A 型をオーストラリアのコリンズ級潜水艦プログラムに提案した。これは耐圧線角を6ル延長するとともに5 0トル。 拡服したものであった。しかし、コックムスが提案した、ベステルイエトランド急潜水艦の拡大型、471型に、破れ、受注を得ることはできなかった。最初の2隻は1984年から1985年に、かけて納入される予定であった。アルゼンチンで建造される4隻は1980年代の、アルゼンチンの経済危機のため中断された。 1996年の時点でサンタフェが進捗70%、サンチャゴデルエステロに至っては30%に止まっていた。5番艦、6番艦は台湾への売却も検討されたが頓挫し、最初に収益した2隻の運用を継続するための部品取りに使われている。1番艦サンタクルスは1999年9月から2001年にかけて、 ブラジルのリオデジャネイロにあるアルセナルデマリーニャで近代化改装を受けた。この改装では機関と電池、ソナーが換装された。二番艦フ不安はドメクガルシア造船所で2007年から同様の改装を受け2013年に完了した。2010年9月にアルゼンチン国防省が三番艦サンタフェを巡行させ、 戦力化することの実現可能性調査を行っていたことが明らかになった。意思決定はサンフアンの近代化改装が完了してから行うこととされた。サンタフェを竣工させるためには6000万ドルが必要になると推定された。2017年11月15日、サンフアンが消息を絶ったことが17日に明らかになった。 艦んで火災が発生したという情報があるが、根拠はなく、アルゼンチン海軍も否定している。消息を絶つ前のサンフアンとの交信では、シュノーケルからの浸水により、バッテリーがショートしたことが報告され、その護道艦が爆発を起こした可能性がある。2018年11月16日には、アルゼンチン海軍から捜索の依頼を受けた民間海底探査会社が、 水深800メートルの海底で銅管を発見した。蒸気のように元々の計画では6隻を取得予定であり、うち2隻は西ドイツで建造され、残る4隻はアルゼンチン国内で建造されていたが、実際に収益したのは西ドイツで建造された2隻だけである。アルゼンチン国内で建造されていた4隻は全て建造途中で中止となり、うち3隻は 共食い整備用の部品取りのためにドナーとして保管されている。ありがとうございます。